来月行われる県知事選挙、告示まで40日を切る中、出馬を表明している2人の候補予定者は、事務所開きなどそれぞれ準備を加速しています。今朝の新潟市中央区。おはようございます。どうもお世話になります。よろしくお願いします。カバンどうする？公務を前に花角知事が開設したのは、県知事選挙に向けた自身の選挙対策事務所です。まいた種や植えた苗を自らの手でもう少し育てていきたい。皆さんと一緒にこの種や苗を育てていきたい。事務所開きには支援を表明している自民党県連のほか、国民民主党県連や連合新潟の幹部などおよそ30人が参加しました。花角知事は分散型社会の実現などを県の目指す姿として掲げ、柏崎刈羽原発の再稼働問題については県による3つの検証の結果を踏まえて判断する考えを示しています。いよいよスタートだということですかね。新潟の活力よりは安全安心な新潟県というのをしっかり作っていきたいと、その舵取り役をやっていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。一方、今月2日に支援団体の会合を開いたのは、出馬を表明している住宅メーカー副社長の片桐直美さんです。ちょっと上がってます。すいません。原発がどんなに人類と相容れないかということを大変やらないと。社民党県連や共産党県委員会が推薦している片桐さん、県の3つの検証の進め方に疑念を抱き、脱原発を掲げているほか、県の財政改革を進める考えです。初めて開かれた今回の会合では、こうした訴えの方針を確認するとともに、改めて支援を呼びかけました。原発が安全であればみたいな論議が今まではあったと思うんですけど、安全な原発も危険だということが本当に分かったと思うんですね。私を支援してくださる方はどなたでも、行って支援を訴えていきたいと思います。知事選は来月12日に告示、29日に投開票されます。